ピョートル・シェロホーノフ、ピョートル・イラリオーノビチ・シェロホーノフは、ロシアの俳優であり、香論芸術家。ピョートル・イラリオーノビチ・シェロホーノフは1929年に、ベラルーシで生まれた。彼の先祖は、ウクライナ人、リトビア人、ポーランド人である。祖父のティート・シェロホーノビチは、農夫で、父親のラリオン・キトービチは、獣医で、馬を飼育していた。 父親はピオートルに獣医学の知識を教えた。息子は父の後を継ぐことだろう。彼は子供の頃から気候を習得し、馬を治療する技能をも得た。長い間、顕微鏡で体の組織や器官を観察して、生命の神秘を研究することができた。しかし戦争が全てを変えてしまった。 第二次世界大戦1941から1944ベラルーシーはアードルフ・ヒトラードルフ・ヒトラー軍に占領された。ピョートル・シェロホーノフの生涯で一番恐ろしかった夜は第一回目の爆撃があった夜である。その夜爆撃機が上空を飛び爆撃を始めたのである。彼は奇跡的に助かり家から飛び出した。 そして彼の家が燃えている参加を目の当たりにした。爆撃の後家へは崩壊し、学校との応援はファシズム軍の戦車に踏みつぶされた。12歳のピョートルは家なき子となった。彼は死んだ近所の人々の中から自分の両親を探したが、いとこは彼に皆死んでしまった。森へ避難しなくてはならないと言った。ピョートルは結局母親のアンナミンスカが、 どのように亡くなったのか分からず、伝統的に彼女を埋葬することができなかった。ピョートルは警察に救助されるまでの間、し草の中で眠らざるを得なかった。しかし、火の中を逃げ回った。弾丸のせいで、ピョートルシェルホーノフの顔には、障害いくつかの傷跡が残ってしまった。彼は森の中で警察に救助された。傷も次第に得た。しかし、 額の深い傷跡といくつかの他の傷跡は生涯彼に第二次世界大戦時、彼の青春時代に起きた悲惨な出来事を思い出させた。ピョートル・シェロ法のオフは1941年、1942年の厳しい秋、冬を何とか生き延びた。食べるものと避難場所を求めて次から次へと場所を移った。彼は土壌に穴を掘り、その中で背を丸めた。 警察のパトロールから身を隠し、何カガンか飲み食いせずに生き延びた。1941年の秋、彼の周りにいた怪我をした牛を見つけたおかげで上から救われた。その牛には豊かな父があったが、オスの子牛も飼い主もいなかった。獣医学の知識を駆使して彼は牛を飼いならし、その代償に牛の乳を飲んだ。すぐに怪我をしている牛は死んでしまい、彼は 上から救われるために食べられそうなものはすべて食べて生き延びなくてはならなかった。ピョートルは川でドイツの地雷とザクロ石を使って魚を失神させた。この技が買われて彼はパルチザンに雇われた。ベラルーシーのパルチザン部隊で彼は1941年から1943年の時を過ごした。1942年、パルチザンの中で ピョートル・シェロホーノフの俳優の添付の際が開花した。彼はヒトラーの寸劇や憎むべき選挙者のパロディを生々しくありのままに演じた。心からの素朴な演技に取り組む作品の中でというより最もなのは厳しい戦争の時代に毎日の生きることとの戦いの中で生まれながらの彼のしなやかな性格には次第に男らしい顔立ちと がっしりした体つきと根気強さが加わっていった。少年は男性になった。1944年15歳のピョートリシェロホーノフにはすでに自分自身で設立した人形劇場があった。彼はいくつかの人形を作り、人形の特別なステージを作るため見つけた材料の断片をつなぎ合わせた。自分の小劇場のための幕と背景の装飾も作った。上演の際、 彼はいくつかの作品をつなぎ合わせて自分の人形劇を赤い帽子、ペーチャと狼戦争へ行くと名付けた。劇の中でピョートルシェロホーノフは同時に4体の人形を操り4通りの声で話すことに成功した。上演の前後に彼は壊れた戦利品のアコーディオンを奏でた。そのようにして食べていくために彼はベラルーシーとウクライナを次から次へと渡り歩いた。 これらの初試みは人間の顔、動作、声の表現の大いなる可能性を理解するための訓練を始めた俳優にとっては良い学校であった。直感的に様々な声の抑揚を自分の意のままに操り、観客の反応から俳優の変身の秘訣と可能性を学び、彼は俳優の技術の様々な要素を詳細まで身につけた。1944年に つい解放されたばかりのジェルニゴーフで彼は自分の上演で大きなパンとサロのかけらとコップ一杯のウォッカをもらった。その年、ピョートルは徒歩で時には車でウクライナの多くの町や村に行き彼の母国語であるロシア語とウクライナ語で劇を上演した。自分で耐え抜きパルチザンとも楽ではない生活に耐え抜き自分の工夫、才能、 残酷な強い敵との戦争への誠意ある援助によって全力を尽くし、ピョートル・シェロホーノフは勝利まで生き延びた。1945年、シェロホーノフは、キエフの音楽大学付属の音楽学校のホルテピアノのクラスに受け入れられた。しかし彼は、レニングラードで俳優になることを夢見ていた。1946年に彼は、勉強を続けるため、また舞台での仕事を見つけるために、 レニングラードへ行った。例えば、好きなウテソフのジャズのようなジャズオーケストラでの仕事である。彼は、ジャズのリズムと、全世界的に有名な歌手の歌声に魅せられた。とりわけ彼が親密になったのは、演奏が音楽傑作と歌われるなどのジャズ界のスターたち、グレン・ミレル、クレンク、シナトラ、ルイアル・ミストロング、エラ・フィッチェラルドである。ピョートル・シェロホーノフによると、 生き生きとした楽しみを与えるジャズ音楽は第二次世界大戦の心的外傷の痛みと苦しみを和らげることができジャズの曲が持つ肯定的な感じによって平和な生活へ展示させることができるのだそうだジャズ音楽は生きることの喜び舞踊愛を呼び起こし活力の供給源であったしかし生活のために働かなくてはならなかった彼は 手工業学校へ入ったが、すぐに規則違反のユーモアと政治的なアネクドートを言い、上司に厳しく罰せられた。シェロフォーノフは、運が良かった。というのも、与えられた罰というのが、ほんの数ヶ月の間懲罰隊へ送られ、レニングラードで、キーロフのスタジアムの建設に携わった。その後シェロフォーノフは、舞台での仕事を見つけて、運が良かった。 しかし自由な生活と勉強は兵役への招集によって絶やされた。1949年から1954年まで、セロフォーノフはバルチック艦隊に勤務した。彼はすぐに規則違反のユーモアと政治的なアネクドートにより上司に厳しく罰せられた。10日間主営本部に告知された。その後5年間の兵役を続けた。はじめは、 バルト海とクライペダで演幕規制に水兵として務め、その後上級訓練部隊としてリエパヤで務めた。1949年から1954年までリエパヤにあるバルチック艦隊劇場の俳優であった。並びにバルト海とレニングラードでも演劇に携わった。1952年に劇場での活躍でラトビア最高議会の証書が唱与されたが、すぐに 政治的なアネクドートを言い、厳しく罰せられた。1950年代シェロホーノフは遠いシベリアに住んでいた。1960年に演劇学校を卒業した。彼の仕事のうちの一つはハムレットの役だった。素晴らしい、動かない写真からでさえも彼の演ずるハムレットがどのようか思い描くことができる。シェロホーノフのハムレットの写真の中に通行さ、乱暴さ。 若さ、思考力を見ることができる。1959年にこの写真を撮ったカメラマンは、この道の師匠だった。彼は、必要な瞬間と平面の非平行による特殊撮影を選んだ。シェロホノフのハムレットは、古典的な独白、あるのかないのかといった。そのセリフには存在の意味についてと過去と未来の間の関係についての王子の見解が表されている。 この張り詰めた見解は、俳優の目に映し出され、物思いにふけった顔に反映されている。いる。我々はハムレットを見たのだ。激烈な啓蒙時代の有名な息子をというセリフを、聞いた次の瞬間、当時の残酷な現実に苦しむことを強いられる、人間の悲劇を理解する。確かにシェロフォーノフのハムレットは、ソビエト時代の過酷な年に、 同じような精神的悲劇を経験した50年代、60年代の若者たちにとって親近感があり、理解されるものだった。イルクーツクドラマ劇場一座において、ピョートル・シェロホーノフはまもなく主要な俳優のうちの一人となり、すべての現代的な人物を演じた。1960年代に、ピョートル・シェロホーノフは、多ンローグのチェイホーフ劇場で、 たくさんの現代的な作家の劇曲の劇場上演を成し遂げた。その数々の劇曲では彼は役者としてだけでなく、また監督として関わっていた。その劇場で彼は、エイチェーホフの古典的な劇曲、ワーニャおじさん、桜の園、カモメ、三人姉妹において主役を演じた。また、現代作家の劇曲、例えば、ミハイル・シャトロフの名前による革命、 7月6日、E. ラジンスキーの恋愛についての104ページなどでも主役を演じた。劇場という雑誌に掲載された最も大きな成功は、AP チェーホフの同盟の戯曲のイワノフという役を演じたことである。1960年代に、シェロホーノフは監督として、オベリスク、法選歌、道から希望を得た娘たち、そして A チェーホフの戯曲を上演した。 チェーホフの儀曲では主役を演じた。1967年に、ピョートル・シェロホーノフは50年の革命に焦点を当てた、レーニンの読み物という自分の演劇の中で、レーニンの役を演じた。このシェロホーノフの上演は公に受け入れられている、レーニン像からかけ離れているためソ連共産党の C 委員会でひどく酷評された。1967年映画スタジオは、 太陽への歩みというテレビ映画の主役にピョートルシェルホーノフを招いた。その映画は中央ソビートテレビジョンによって放映されるものだった。この頃から俳優はテレビの映画にも出るようになった。2話からなる映画情熱の抑制においてカレーリンのロケット建設者の役は宿営地での撮影となった。カレーリン役のモデルになったのは実際の人コローレフの助手で彼は 当時国家秘密にされていたロケットの建設者のうちの一人であった。撮影前に映画監督のセルゲイ・ゲラシーモフは主役にピョートル・シェロホーノフを推薦したが、しかし中央委員会の管理者の決断で主役はキリル・ラブロフに与えられた。そしてセルゲイ・コローレフという名前が密かにバシュキルテフという名前に変えられた。ラブロフとピョートル・シェロホーノフは 映画のいくつかの場面で共演し、さらにあと10の映画で共演した後も、生涯にわたり、友人でいた。情熱の抑制という映画において、初めてソ連のロケット宇宙産業の秘密の幕が少し開かれた。撮影は1970年から1971年にかけて、バイコヌール宇宙基地バイコヌール宇宙基地、宇宙飛行士の星の街、またクレムリンで行われた。 当時ロケット技術の設計者たちの名前は映画の登場人物の架空の名前に変えて秘密にされた。厳しい選抜の後、当時のソ連政府との合意の後承認された俳優たちが彼らの役を演じた。ピョートル・シェロホーノフは、イーゴリ・ゴルバチョフ、エフゲニー・マトベーエフ、ジノー・ビーゲルと、イーゴリ・ウラジー・ミロフ、アンドレイ・ポポフ、ベーラ・クズネーツは、フセボロド・サホノフや、 その他のソビエト映画のスターである俳優たちの仲間入りをした。この共同制作の後、監督兼俳優のインゴリウラジー・ミロフは、レニングラードのレンソフ劇場を一座へ、ピョートル・シェロホーノフを招いた。ピョートル・シェロホーノフ1968年代と1999年代、ピョートル・シェロホーノフは、レニングラードに住み、レーニン・コムソモール劇場、コミサルジェフスカヤ劇場、 そして、レンソビエト劇場で働いていた。ピョートル・シェロホーノフの劇場作品の中でイ・ロゾフの、戯曲に基づく、王一丁のスという劇、S は両親の戯曲に基づく、変奏曲とテーマという劇で主役を務め、エートルストイの皇帝についての三部作において、ニキータ・ユーリエフ・ザ・ハーリンの役を演じた。彼はよく、レンフィルムという映画スタジオで働いていた。 そこでは40以上の彼の出演映画が作られた。この時代に様々な役をこなす映画俳優としてのピオトルシェルホーノフの創造の可能性が明るみに出た。レパートリーとしては、例えばスパイのソートニコフ役、シベリアコサックのセベリアン・ウリブイン役、作曲家のミハイル・グリンカ役、兵隊部員役、ペレサドの社長、愛人役、カジヤノ・アキミッチ役等の映画作品並びに、 テレビ作品。この頃、ピョートル・シェロホーノフは、パーベル・ルスペカエフ、ニコライ・クリツェンコ、ナターリア・ファテーは、キリル・ラブロフ、ビター・リー・ソロミンなどの映画スターたちと映画に出演した。1989年から1990年に、全世界的に有名な監督であり、俳優であり、作家であるピーテル・ウスティノフは、ペテルブルクのレン・ソビエト劇場で、 写真判定という自分の戯曲を上演した。その戯曲において、ピョートル・シェロホーノフが主役の狭役を受けた。この作品の思い出に、ピーテル・ウスティノフは、ピョートル・シェロホーノフに、親愛なるピョートルへ、ピョートル・ウスティノフよりと書き込んで写真を送った。戦争についてのピョートル・シェロホーノフの個人的な意識、彼の痛み、記憶は、イザベラという彼の演劇の中に表されている。 イザベラは、ファシズムのアウシュビッツ収容所の囚人の救助について描いている。シェロホーノフの解釈において、舞台では生き延びた者も,のも犠牲となった者も,も収容所のすべての囚人の救助を描いているが、これは彼らの英雄的な行いについての我々の記憶のおかげで可能になっている。このような戯曲を読むことは、著者自身にとっても予期しないことであった。激発上演に、 ニューヨークからやってきた著者のイルビン・レートネルとイザベラは、英雄的行為と不死のメタファーに、セロフォーノフが、いかに珍しい舞台撮影術を見つけたかを見出した。収容所での受難と釜の火の中での死の後、劇記の最後の場面で焼けた囚人たちが蘇生して火、煙をくぐり熱い釜から出てきて、モーツァルトのレクイエムが鳴り響く中、生存者たちと合流し、ゆっくりと、おごそかにホールへ向かっていく。 1996年、1997年にハリウッドの映画スタジオ、ワーナーブラザースは、メル・ギブソンが所属する映画会社イコンと共同で、レフトルストイの恋愛小説、アンナ・カレーニナを撮影した。撮影班は19世紀の歴史的な衣装を着て、撮影にふさわしいサンクトペテルブルクの数々の宮殿、美術館、公園で、 またその時代の建物の内部装飾の中で撮った。メルギブソンやソフィー・マルソーとブレイブハートなどで映画制作を手掛けてきたキャスト監督のマリオンド・ドゲルティはピョートル・シェロホーノフの作品を見て彼を映画監督に紹介した。するとすぐにベルナルド・ローズは彼をカレー人家の執事のカピトニッチ役に決定した。そのようにしてシェロホーノフはソフィー・マルソー、ショーン・ビーン、 ミア・宮カーシュナー、ジェームズ・フォックス、ダニー・ヒューストンなどが挙げられる現代映画スターの仲間入りをした。ありがとうございます。